水月を連れてきたのには訳があった。俺もソムニウム内で怪しげな人影を目撃したが、正確な位置までは定かではなかった。それを確認するために水木をここへ。確かこの辺りだったな。うん。そう、この視点からですね。ベンチ。あ、UFO だと思ったらただの飛行機だったどういうこと？ドローンだった何パターンの疲れてるんだろうかめっちゃパターンあったんだけど。茂みの奥、かつては綺麗に舗装された通路があったんだろう。今は茂みに覆われていてよく見えないが、一本の小道が奥に向かって伸びているのがわかる。ここを通ってっていう感じですかね。観覧車、この辺は同じかな。何か思い出せないか。うん、思い出した。思い出した。何を？小さい頃、この遊園地に来たことがあるの。その時私はまだ4歳で、だけどはっきりと鮮明に覚えてるの。ここで見たパパとママの笑顔。ここはね、私にとっての思い出の場所なんだ。ここしかないんだよ。家族の記憶の中で明るい色をしてるのは。なのにママはここで。さあ、どうかしたか。うん、ただこの小道、どこに繋がってるのかな。それは気になりますよね。あれ、いけるんじゃないかな。茂みの奥の方見てる。ああ、なんか正解引き当てちゃった的な感じかな。じゃあ行くのかな。相棒、この茂みの奥は地下鉄の駅につながっている。地下鉄の駅。地下鉄？言うまでもないが、今は使われていない閉鎖された駅だ。8年前に起こった化学工場の爆発事故。そのせいで辺りの土地は汚染され、川崎地区は立ち入り禁止区域となった。このブルームパークも川崎地区の中にある。当然、遊園地は閉園に。付近を走る鉄道も廃線となった。地下鉄、地下鉄。アイロ、その線路はずっと地下を走り続けてるのか？いや、このブルームパークから少しばかり北上したところで地上に出る。踏切があるな。ああ、線路が道路と交差している。そりゃあ踏切だからな。踏切、踏切。アイロ、一つ頼みがある。昨日の夕方以降、その道路を走った車がないか調べてくれないか。了解。 N システムを検索する。ねえ、ずっと黙ってるけどどうしたの？そうだよね、一応そういう時間にはなるよね。いや、ちょっとな。分かったぞ。昨日の夕方以降、その道を走行した車は1台だけしかない。1台だけ。車種は大型の SUV。 色は黒。ナンバーから所有者が判明した。誰だ？名波翔子の前の夫であり、水木の父親、沖浦蓮樹だ。まりこういうこと？パパは線路の上を車で走ってトンネルへ。閉鎖された地下鉄の駅で車を止め、トランクに入ってたママの死体をメリーゴーランドに運んだ。まだ沖浦がそうしたとは言ってない。車を運転してたのは別の誰かという可能性もあるし。そうだよ、そうに決まってる。いずれにせよ犯人が地下鉄の線路を使ったのは間違いなさそうだ。現場の付近に車を止めた形跡がなかったのはそのため。地下鉄の駅に停車したなら監視カメラに映ることなく死体をメリーゴーランドまで搬送できる。パパはやってない。さあどうだろうな。とにかく沖浦から事情を聞きたい。そうっすね、本人から話聞けたらいいよね。そのためにこうして。さあ調べられますね。この辺は大丈夫かな。沖浦と最後に会ったのはいつだ？確か1週間くらい前。レムニスに遊びに行った時に偶然。何か変わった様子は？特になかったよ、いつもと同じ。お前がいた病院には来なかった？うん。娘があんな目にあった。確かに不自然だが。沖浦と電話したのは？覚えてないよ、だいぶ前のこと。伊達の方はどうなの？電話かけてみればいいじゃん。かけたよ、さっきもかけたし。ゆうべから何だろう。出ないんだ。さあ続きまして謎の人影について。なあ水木、これいこう。もう一度聞かせてくれ。メリーゴーランドで見かけたあの人影は？違うよ、絶対に違う。パパじゃない。断言できるか？わからないけど。まあでも水木ちゃん的にはそう思いたいよね。ただまあまだね、いろんな可能性がありますからね。ナイルの件。水木、お前にナイルしてきたのは沖浦だな。え？なんで？俺には性格は悪いが正確な調査を得意とする相棒がいてな。そいつに調べてもらった。前半は余計だ。送信時刻は夕べの8時5分。文明はこうだ。水木、パパは大変なことに巻き込まれてしまった。今すぐブルームパークのメリーゴーランドに来てくれ。助けてほしい。お前の力が必要だ。そうだよ、確かにパパの携帯からナイルが。でも言ったらパパが疑われちゃうんじゃないかと思って。それで黙ってたのか。うん、パパが私を頼ってくることなんて今までなかったし、どうしても行かなきゃと思って。それで太田を誘って現場に。ブルームパークは立ち入り禁止区域として指定された川崎地区の中にある。ホームレスやゴロつきの連中がうろついていて、あの辺り一帯は無法地帯に。さすがの水木でも一人で行くのは心細かったんだろう。そういうことか。沖浦レンジでしたね。ナイルを送ったのは。でも違うんだよ。何が？あのナイルはパパが送ってきたんじゃないんだ。きっと誰かがパパの携帯を使って。車と同じだよ。ブルームパークに行った車はパパが運転してたわけじゃない。別の誰かが。多分犯人が。もしもそうなら最悪の事態が想像される。そうだよね。携帯も車も沖浦以外の人間が操っていたのだとしたらかなりやばいですよね。あら、伊達、ボスから電話だ。電話ですね。繋いでくれ。さっき相棒から報告を受けたわ。おきゅうらが怪しいなんて。まだわからん。私もそうじゃないかなと思ってたのにね。だって行動が不自然でしょ。水木に会いに来るでもなく、電話をかけても繋がらず、事情聴取を受けてからどこに行ったのかもわからない。おまけに証拠殺害時のアリバイもないのか。おお、センターコンソールだ。沖浦の居場所はだからわからないって言ってるでしょ。ですよね。伊達君はどこに向かってるわけ？沖浦の自宅だ。ああ、だったら行っても無駄よ。近くの署員に向かわせたけど、もぬけの殻だったって。じゃあ沖浦はどこに？聴取後に沖浦を解放した理由。沖浦は確か所轄の警察署で事情聴取を受けたんだったな。ええ。なんでその場に留めておかなかったの？それはしょうがないんじゃない？沖浦は容疑者でも何でもないんだし、アリバイがないだけじゃ交流なんてできないわ。まあそうですよね。聴取内容言っても意味がないと思うわ。一通り報告は受けたけど、手がかりになりそうなことは何も。で、アリバイですね。七海翔子の死亡推定時刻は昨日の午後5時前後。その頃沖浦は自宅にいたと証明してる。でもそれを証明できる人間が誰もいないのにね。なるほど。視界にボスが映っている。これは相棒を介してリアルタイムで受信している映像だ。マジか。相棒すごいな。俺は携帯電話持っていない。ああ、そういう描写ありましたっけ。確か相棒は電波の届く範囲内であればあらゆるネットワークに接続できる。パネーだから電話を使う時にもこうして。ちなみに水木は俺がこんな風に携帯を持たずに通話している光景を日常的に見ているそのため特に不自然には持っていないようだ。なるほど。ああ、ここまでっぽいですね。ボス、もろもろ了解だ。何か分かったら連絡してくれ。ええ、そっちまで。散歩系。え？もしかしたら散歩系にいるかも。そうか、サンフィッシュポケット。沖浦から聞いたことがある。芸能プロとは別に確かそんな名前のメイドカフェも経営してるって。伊達、場所を特定した。ここから北北東に10キロ、秋葉原だ。さあ、サンフィッシュポケット。そんな。ひどい顔ね。寝てないの？友人が殺されたんだぞ。この状況でぐっすりと眠れるほどずぶとい神経は持ち合わせてない。いやー、なかなか衝撃的なものでしたね。じゃあ話しかけますか。ピエタさんからいきますか。いつになく表情が険しいな。立て続けにあんな事件が起こったんですよ。ヘラヘラと笑ってなんかいられませんよ。どうしてここに？僕がここにいちゃいけませんか？いけないってことはないが、沖浦が殺された件でボスといろいろと話を。そこに伊達さんがやってきて現在に至るというわけです。犯人はどんなやつだと思う？沖浦の死体からは左の眼球が抜き取られていました。ああ、証拠の死体からも同じですよね。もしかして伊達さん、あなたが犯人だったり、あなたには左目がない、それであなたは他人の左目を奪おうと。なんてね、冗談ですよ。疲れてるんだ、ようなことを言うな。そういえば伊達さんが左目をなくしたのは6年前でしたね。ああ、だが当時のことは何も覚えてない。俺は左目と同時に記憶も失ったんだ。その1年後、私は空っぽになったお前の左の眼下に移植されることになった。したがってお前とはかれこれ5年の付き合いということに。ピュートはいつになく真剣な顔つきをしている。じゃあボスいきますか。水木はどうなった？今病院で眠ってるわ。目を覚ましたら様子を見てカウンセリングを始めるそうよ。そうか。母親に続いて父親までも立ち直れるといいんだけど。きついですよね。ボスも寝てないのか？当たり前でしょ。お偉方との話し合いにマスコミ対応。まだ山のように仕事は残ってるわ。小休止でやっと一息ついたところなの。沖浦の事件の捜査状況について。第一発見者の伊達君なら分かってると思うけど、沖浦が自殺したって線はほぼゼロね。沖浦は間違いなく何者かによって殺された。左目が抜き取られていたことから証拠の事件と同一犯の可能性が高いわ。連続殺人ってわけか。第2サイクロプス連続殺人事件。え？本庁の方に捜査本部が設置されてそう名付けられたんです。第2って、前にも似たような事件があったんですよ。ピュータ、隠していても仕方がないでしょう。簡単にバレることです。第2ってことは第1がそういうことなんかな。テレビでもネットでも今はその話題で持ちきりですし、6年前の事件の犯人サイクロプスがもう一度現れたんじゃないかって。6年前、それってボスが言ってた。はあ、しょうがないわね。6年前の事件について。今捜査本部の方では6年前の事件のことを第一サイクロ事件って呼んでるわ。今回の第二の方と区別するためにね。事件が発覚したのは6年前の10月、秋川渓谷の山中から4つの死体が発見されたの。腐敗の進行度から死亡した時期はそれぞれ別々であることが分かりました。その年の5月から9月ぐらいにかけて4人は異なったタイミングで殺されたんです。ただ死体には2つの共通点が。一つは全員若い女性だったこと。そしてもう一つは4人とも右の眼球をくり抜かれていたんです。亡くなった後でね。サイクロプスという名前について。死体が発見されてから数日後、マスコミ各社に犯行声明が送られてきたの。中には自分がやった、彼女たちは仲間になったのだ、みたいな感じのことがダラダラと記されていて。声明の中で犯人は自らのことをサイクロプスと名乗っていました。それでか、そのことから事件はサイクロプス連続殺人と呼ばれるように。サイクロプスとはギリシャ神話に登場する一つ目の巨人族のことだ。天空神であるウラノスと自母神であるガイアの間にできた子供たちで、卓越した家事の技術を持っていたとされている。その声明は本当に犯人が？間違いないわ。犠牲者が殺された直後の写真が一緒に同封されていたんです。そのサイクロプスとやらは捕まったのか？いいえ、あれからもう6年も経つのにね。だったら今回の事件もそいつがやったんじゃ？それはありえないのよ。あら、なぜ？1、第一サイクロ事件で殺された4人は全員女性だった。でも沖浦は男性でしょ。2、被害者の顔から抜き取られていたのは全て右の眼球だった。だけど証拠も沖浦も左ですよね。奪われていたのは左の眼球。さらに目玉を取られたタイミングも異なります。第一の方では4人が死亡した後でしたが、翔子と沖浦は生きている間に。だがそれだけじゃ同一犯ではないと断言することはできないだろう。他に根拠はあるのか？ごめんなさい、これ以上は言えないの。どうして？国家機密だからよ。なんだよ国家機密って。いいから、このことについては忘れて。昨日も言ったと思うけど、第一の件を知らなくても今回の事件を捜査することは可能よ。なぜなら第一と第二の犯人は間違いなく別人だから。相棒、第一サイクロ事件の捜査資料を。話している間にデータベースを漁ってみた。だがこれといってめぼしい情報は何も。そうっすか。ウェブの方も同じだ。様々な推理は載っていたが、いずれも信憑性に欠けるものばかりで有益な情報は見当たらなかった。くそ。他に情報は？今のところ私たちから話せるのはこのくらいね。なるほど。そうか。伊達さんはこれから捜査に？ああ。もう一度沖浦の死体が発見された場所、サンフィッシュポケットに行ってみるつもりだ。ろくに寝てないんでしょ。捜査の前に仮眠でも取っていったら？いや大丈夫だ。行くぞ相棒。了解だ。さあということでサンフィッシュポケットに行きますか。だって車の加速がいつもより若干鈍い。トランクに何か積んだか？いや。じゃあ後部座席には？後部座席？ちらっとみずきちゃんが見えるんだけどみずき、ちょっと危ない。前見てよ前。水木はシートの間をまたぐようにして助手席に乗り移った。ついてきちゃったみたいな感じですかね。ねえだって今そのハンドルギュンってやったらどうなる？次の瞬間には死んどる。伊達がいつも行きたい行きたいって夢見てるやつだね。コンパね。